さっき歌った去年も一昨年も歌ったと思う。如来大悲の音読は、これは何の歌かっていうのは分かられますかね。アーメンジングレーハーツイーザーサン、これはアメージンググレースというキリスト社の人が作った歌にね、如来大悲の音読はというのをね合わせてるんです。皆さんが普段歌われるのは如来大悲の音読はですよね。もう一つメロディーがあるんです。知ってありますか。如来大悲の音読は、聞いたことありますか。身を粉にしてもほつべし、四書知識の音読も骨を砕きてもしゃすべし。これ西本願寺に行くと、西本願寺ではこれのメロディーと歌うんですよね。すごいでしょ、ね、でもこの最近分かったんですけど、このメロディーは東の人が作ってる、ね、でさっきの如来大悲のっていうのは東で歌われるこの音読さんのメロディーは西の人が作ってる。面白いでしょ。最近分かったんですよね。最近それが分かってですね、私が知っただけなんですけど、お西の人にもその話をしたらね、それは知らんかったって言って、私たちの音読さんは如来大悲のっていうのが、自分たちの音読さんなんです、ね、で私たちが言うと如来大悲の音読はね、これはじゃあ西でも東でも関係なく歌える世界はどうかなということを思った時に、アメージンググレースね、私の友、私は最近ですね、その憲法9条、ね、戦争ができない国が戦争ができる国に、ね、ならないようにという、そういう集会、憲法9条を守る集会、その集会は結構ね、キリスト教の教会であったりするんです。で、衣姿で行ったりするわけです。な、1番をアメージンググレースで、2番を、1番は音読さんでですかね。これやったらみんな、東本願寺の音読さんのメロディーとか西本願寺の音読さんのメロディーと関係なく歌いますよ。如来、ちょっとせっかくですから歌ってみますかね。如来大悲の音読は、身を粉にしてもほつべし、きっとね、なんかドラマの主題歌とかでもね、アメージンググレース、アメージングレース聞かれたことあります。ハースウィーザーさん、聞いたことありますよね。どうですかね。多分音読さん2のメロディーよりもそれを聞かれたことがあるかもしれないですね。また機会があればですね。